ってんだよ。おい、あらしゃい。何やってん、お兄ちゃん、どうしたそれ。今何やってんの。ああ、何やってんねん。あらしゃい。何ひどんちでスーパーボールすくいしてん。はい、今なら安いよ、スーパーボール。何やってんなって。お兄ちゃんもやっちゃう。お兄ちゃんもやれへんよ。スーパーボールすくいやっちゃう。じゃおかしいやん。え、人んちのお前なんな、はい、人んちの蛇口でさ、お前スマホボルスクにせえってお前に教えられたん。教えられたい。じゃあおかしいじゃん。教えられていいじゃないねん。なんなんお前。おい、はい、お兄ちゃん、こんだけね、ふざけてん。1,2,3,4,5,6,7,8 だから、はい、スライムプレゼント。スライムか。はい、いらっしゃいらっしゃい。何やってん。スマホボルスクだよ。知ってるよ。見たら分かるよ。お兄ちゃんやっちゃう。なんで人んちのこのさ、蛇口でやってるん。え、ダメなの、やっちゃう。で、ダメよ。やらないの、兄ちゃんも。やれへん。ちょっと、向こう、海当たった感出すなよ。なあ。海当たってきました感出すなよ。だ、やっちゃう、じゃあもう、出してこれ。何、お前、詰まってんじゃん。詰めたよ。詰めたん。え、お前のこと詰めんで、今から俺。お前がこれ詰めたんやったら俺詰めることになるで。じゃあ、詰めたよ。水が落ちるから。何をしてんの、スマホすごい。いや、だから何をしてんの、お前が何をしてるのか聞いてんねん。これもうおかしいわ、もう病気病気。おい、鹿の兄ちゃん、ちょっとこっちおいで。鹿の兄ちゃんちゃうわ。やっちゃう、一回5万円だよ。高すぎるわ。行こう。あ、兄ちゃん逃げないで、逃げないで。いや、もうおもんない、おもんないって。一回やって、一回チャレンジ。じゃあもうほんま何を言ってんの。ただでええよ、もう。じゃあそこの若い兄ちゃん、ただでええよって普通にただで許さんで俺。いや兄ちゃん、兄ちゃん一回やってみて。病気なんこれ。兄さん面白いよ。お兄さん、はい、これ持って。じゃあもう、はい、これで、はい、もうここだけやん。机で2個よ。なあ、これで3万取ってるのここ。なあ、3万これで取ってる。でもお兄ちゃん、これで8個取ったよ。8個取ったよ。じゃあ、これでってお前の後やん。じゃあ俺。お前が8個取ってやってもうてんねん。え、お前ふざけてんの。やらないの。じゃあもうおもんないで。一回やってみて。じゃあ何をしてんの。お前、大きいの取っちゃおう。人んちのキッチンやぞ、ここ。分かってるん、それ。やらないの。じゃあ何なんそれ。後悔すんで、みたいな。これほんまなんなん。スーパーボールすくい。知ってる。おお、1個、いいね。1個。はい、2個。あ、はい、はい、いくか。はい、3個。いや、うまいんやって、俺。スーパーボールすくい。4個。いいね。その状況で。おー、俺、スーパーボールすくい、うまいね。うまいね、俺。俺、毎回するね。すごいね、兄ちゃん。兄ちゃん、すごいね。もう俺、うまいね。お兄ちゃん、全部すくっちゃうよ。全部すくっちゃうよ、もう。兄ちゃん、うまいね。全部すくっちゃうよ、言うて。それだけで、そんだけ、すくえちゃうの。もうなくなるよ。これ全部作って帰らせるわ、じゃあ。本当にうまいね、兄ちゃん。うまいよ。無限よ、無限よ。うまくするよ。なんでそんなできるの。無限よ。すごいね。無限よ。みんな、スーパーボール欲しい？すっごい。ちょっと大きいのもチャレンジしちゃおう。いや、それ無理やな。一番でかいのもチャレンジしちゃおう。無理やちゃおう。一番でかいの、いけるこれ。無理や。一回行こう。なんで一回行こうって、お前誰なん？喋ることないんだ、黙っとけよ。もうカカシの方がマジやぞ。カカシけ、お前。で、これみんなであれだね。一回ずつやって、一番少ないやつの負けだね。はい。おかしいやろ、俺だけ。全員ここだけでやるよ、じゃあ。なんなん。じゃ、まずスーパーボールすくい、どこで手に入れてん。落ちてた。おいおいおい、困ってるぞ、今、屋台で。今、お前、屋台で、騒ぎや。でも、兄、すごいね、その状況で。もう何個行くの。え、無限よ。止まらないじゃんか。止まらないですね。すごいね。うまいな、普通に。おっと、これですか。はい。はい、何個数ね。はい、2、4、5、15個。はい、15個の兄ちゃんにはね、このクソプレゼント。危ないやつちゃうか、これ。なあ、危ない店で危ないもん渡してるやん。ふざけんな、お前。俺んちのもんじゃ。もう、すくってん。俺、一番すくってん。帰ってきたね、もうちゃんと、もう持って帰る。じゃ、だから、今困ってるで。神社で困ってるで。おい、タイの漁師よ。おい、タ
タイの漁師やねん。はい、これ持って帰る。はい、いいな、おっきいの。もうほんまに帰って。みんなにね、じゃあね、おっちゃんからね、一つね、伝授してあげる。正直、この兄ちゃんすごかったよ。ここだけ見た？ここだけで、こんなもう15個以上取ったんだよ。でも、一番の救い方教えてあげる。こうするんだよ。もう超えただろ。帰れよ、お前。お前、神社に謝ってこい、今から。すいません、僕盗みましたって。なあ、足すくわれんで、お前。なあ、スーパーボールすくいじゃなくて、お前の足すくわれんで。もう帰って。どうせなら対決しようじゃないか。ちょ、もうじゃあもう対決で勝ったら帰れよ。今の実力見てまだ挑むん。挑むよ。挑むやな。もう僕らプロだからね。はい。まあ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 、いいよ。今の実力見て。まあ一応まあ募集しとくわ。俺にスーパーボールすくい勝てると思ってるやつ、1歳から5歳、飛んで90歳から100歳、女限定、誰でもかかってこい。ちょっと待って、お前、俺のやつやねん、お前。俺のやつや、お前。後ろで何やってんだ、お前。俺のやつじゃん。何、お前、取ろうとしてるの。我が物のようにこんなやつだよ。はい、兄ちゃん、これね。はい、兄ちゃん、お前、使え、お前、直せよ、これ、普通に。お前、セメントとかちゃうやろな。セメントらしきものだよ。セメントかい。メインチャンネルかこれ。じゃあサブサブ、なんならあげないよこれ。もう兄ちゃんたち、これどれがいい。いや、これ一個おかしいやん。じゃあこれで。それね。はい、これで。はい。もうお前負けたら帰れよ。秒で帰る。片付けらないですぐ帰る。あ、じゃあお前帰らせへんわ。なんか片付けらないですぐ帰る。帰るよ。はい、せよ。だ一番最初、一番最初お前からだよ。大きさも勝負あるっすか。ないよ。大きいやつが、2ポイント。マジか。そんなに大きいやつ2ポイントって救うやつおらんやん。逃げんなよ、笑いに。実力で救えよ。俺もう本気で言っていいやろ。うん、本気で行けよ。実は1、2、4、6、7個だけ。下手すぎる。下手だね。7個です。私子供できた時一番困るで、これ教えられんかったら。次誰やっちゃう。お前行け。俺、これ何枚使っていいの？なんでやねん。1枚じゃん。1枚？あ、そうか。そんなもんか。まずちょっと水入れるね。死んじゃダメだから。金魚すくいちゃうねん。これ金魚すくいか、おい。行くよ。はい、せえや。もう、何を教えんの？行くよ。行くよ。はい、行っちゃうよ。何を教えんの？行っちゃう。行くよ。じゃあお前さ、ここで救うゲームちゃうねん。ここにお前ボールこうやってお前こうやって乗っけて救うゲームちゃうねん。こういうゲームちゃうねん。それダメだぞ。これだったら無限にいけるよ。無限よ。もうお前さ、もう帰れよ。フィリピン硬いに。なあ、もう帰れよ。もう帰れよ。もう俺やるわ。はい、これ何個以上作ったらいい？7だよ。7か。7だよ。はい、よーい、ドン。そのちっちゃいの7個ダメね。1個大きいの絶対入れないとダメね。ちっちゃいの6、大きいの1ね。じゃないとね。はい、はい。かなり作ってるよ。で、これででかいの作ったらいい。うん。サッカーボール。何でもいい、何でもいい。一個でかいの救ったら勝ちよ。おっきまいね。おお、兄ちゃんもうあとはもう自分のベストを尽くすだけだよ。スーパーボール救いは世界を救うよ。頑張ります。あとは行くだけよ。すげえ、大きいの二つ目狙おうとしてるよ。もう勝ちだけどね、あんたの。ちょ、これ行こう。嘘だ、まあ無理やな。結構すぐった、すぐ結構すぐった。うまっ。えぐいよ、量がえぐいよ。あ、俺の勝ちっすね。はい、帰れよ。掃除して帰れ。帰れ、帰るで。もう帰れ、もうこんなもう帰れよ、これで。これで帰るの？これどうやって帰るの？帰れっつってんねん。帰るよ。帰るや。帰ろよ。子供の時の夢やったことだけやらしてよ。じゃあ、うん、ちょっと子供の時の夢だけ。それで全救いね。余裕じゃん。もう潰れないね。負けないね。すげえ。全部救えるね。すげえ。止まらないね。
え、すごい。